新曲、わっち新しい本新刊を書いておりまして、快感系の本なんですけれども、それの執筆がもうだいぶ進んでおります。文章に関しては明日締め切りがまだちょっと一個あるんですけど明日締め切りあるんだよな。そう、明日、そう、今日木曜だよね。明日8で金曜だよね。そう、文章とイラストの締め切り明日なんだよな。ちょっと待って、終わったら書かなきゃな。もうほぼほぼその、核となる部分は書き終わって、編集さんに渡して、もうほぼ本みたいな状態にしてもレイアウトしてもらって、それを見て、さらに、あ、ちょっとやっぱレイアウトしたらこの言葉いらなかったかもとか、これ付け足した方がいいなとか、いろいろと赤ペンでお願いを書いて、それを提出するのは昨日やった、ちゃんと。それは提出した。で、タイトル会議もやってほぼ決まりです。まあ、ただまだ解禁の号が出てないので、もう少々お待ちください。予約日も多分その辺と同時に出るんじゃないかなと思います。で、今やってるのがコラム、コラムね、コラム。コラム書きたいこといっぱいあるんだけど、その中でどれを出すのが最適かなっていうのは、ちょっと本の全体のバランス見てまだ考えてて、でもまあ書き出したら書いちゃうんですけど、多分ね、書き出したらすぐなのよ、書くまでが長いのよね。もう書こう、終わったらすぐ書き始めよう。で、あとはイラストですね、挿絵。もちろんその図解とか、ほら女性のね、あそことかさ、そういうのって正しく書かなきゃいけないですから、そういう図解とかに関しては、図解とか対比とかに関しては、プロの、イラストレーターさんに書いていただいてるんですけど、それ以外のちょっとしたこうわっちの緩いお顔とかね、あとは、まあ、わっちのエチチ哲学をすごい詰め込んだページとかもあるんですけど、そういうところの挿絵とかは自分で書こうと思ってっていうか、明日締め切りなんでもう書かなきゃいけないんですけどそれをやってます。で、そう、イラストに関しては、わっち、イラスト描いてる部分一部録画してあるんで、ちょ、後日チラッと公開しますね。こんな絵を描きました、自分でっていうので、あとはね、あ、そうだ、これまだ、これもまだ解禁ちょっとできないんですけど、その新刊今書いてますが、それと別の媒体でも文章が出ます。近日、カミングスーン。これももう今週締め切りだよな、確か。そうなんですよ。で、ちょっとやべえな、締め切りが2つあるな。でも嬉しいよね、こう締め切りに追われるとかやってみたかったし、人生で1回。わっち、もともとは漫画家になりたかった人間ですからね。背景とか、ポーズが描けなすぎて、あとはその親が一番反対したのが漫画家だったんですよ。で、漫画家はね、結構その親にお前になんかなれるわけないって言われすぎて、あと漫画とかもちょっと全部捨てられちゃって、で、人ってこう積み上げたものを一回ゼロにされると、マジでそっからもう一回やろうってなるのすごい難しいんですよね。やばい、マジで、わっちも怖いよ。この YouTube ある日消された時にもう一回立ち上がれるかって言ったら、ね、ちょっと怖い。でも、ま、これに関してはもう応援してくれてる仲間たちがいるから、ま、これに関しては立ち上がれるかなとは思うんですけど、ま、そうじゃなく、本当自分がやりたいなっていう1年だけで、全然ファンとかも何もいない状況でやりながら積み上げてきたものをゼロにされると、なかなか立ち上がれなくてね。結局漫画家っていう夢は諦めちゃったんですけど、せっかくだから、ちょっと、コラムで漫画描こうかなとか、まあでもちょっとどうかな。まあ悩んでます。バランスもあるんでね、書籍全体のバランスもあるんで、何を書くのがいいのかな。あんまりこうね、知識だけを書いちゃっても夕霧の本である意味がないとも思うから、ちゃんとこの、コラムとかちょっと息を抜けるところで、夕霧はこういう存在ですよ、こういうこと考えてますよっていうのを盛り込めたら、まあそっちの方がいいのかな
結局あの知識は世の中に溢れてるんですよ、無料でも有料でもね。でその知識を使えるかどうかって、まあ、知ってる知ってないももちろん大事なんだけど、なんか結局はこの人が言ってたからやってみようとか、その人のことをある程度こう好意的に感じていないと、なんか知ってるだけでは結果に結びつかないと私は思っていて、だからその本としてどうやったらパートナーを気持ちよくできるかっていう知識はね、もう結構ギュムギュムに詰め込んでるんですけど、多分それだけだと効力はちょっと少ないのかなって思うので、できる限りこう私のことを知ってもらえる工夫もしていけたらいいかなっていうのは思ってますね。っていうのを締め切り2日前にまだ考えてますね。書いたら早いからって思ってるからダメなんだよね。でもマジで今回の執筆はこれでもかなり計画的にやってきたと思う。かなり今まで締め切り1個も落としてないです。今回というか前回も落としてないけど、前回は本当に初めてで右も左もわからない状況だったので、本当にたくさんの人の力を借りてなんとかやった本なんですね。で今回ももちろんたくさんの人のお力も借りながらも、より自分でなんていうの、ものを作る、ものを考える、企画するパートがすごく多かったので、結構締め切りもこまめにあったんですけど、その締め切りに対してちゃんと自分なりに早め早めのスケジュールを切ってやってこれたから、これは一つ自信になりました。